仲良しキャッチボール。オッケー。のぶしちゃんね、今日はね、私がパーソナル指導をしている、兄弟を、招待しました。はい、ではまずお名前から言ってください。向こう向いて、向こうだよ、向こうの画面の向こうに人がいるよ。4年1組の鈴木新太です。でチームは、コンドルです。で、ポジションはファーストと時々ピッチャー。打順はまあ4から、7ぐらい。4も打つだ。もうすごいじゃん。この新太くんを最初春休みだったかね、最初天竜川の河川敷で初めて会ったよね。あ、そうそうそう。お、うまい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 。あ、まだ後ろの膝ちょっと回ってるよ。で、その後にヒットが出て、それで夏にホームランが出て、で、この間の大会でもう会心の、あ、ホームランが出たそうです。ということで、すごく半年で上手くなった子です。そしてその次、弟、はい、真ん中来て、はい、自分で言って。鈴木颯太です。2年1組、こっち向いて。浜松コンドルズ。ポジションはないです。ない。まだ練習生か、じゃあ来年ぐらいからゲームあるのか。育成だな。育成、野武士の育成選手です。お兄ちゃんのようにホームラン打てるようにならんだな。うん、お兄ちゃんは4年生だから、だから1年半後ぐらいにお兄ちゃんもヒット打って、2年後にホームラン打ってる。だから分かった、はい、じゃあ今日はね、一緒にキャッチボールをしていきましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、よし、じゃあお兄ちゃん先行こう。よいしょ。はい、新太くん、もういい球だ。投げる球良くなったね。投げ方良くなった。うん、今投げ方どこ気をつけてる？足、右足を前にしっかりまっすぐ前出すことか。うん、いいよ。はい。え、捨てた。おい。いいよ。ハイソックが来て取れなかったよ。はい。お、いい投げ方だね。はい。ファーストのワンバン取れるようになったか。うん。うん。お、本当にいい投げ方になったね、春よりも。ちょっと春を教えた時の画像多分入ってるから、ちょっと横にワイプで出すよ。春よりいいぞ。はい、教わってからこの半年で何に変わったらヒットが打てて、ホームランが打てた。まず何か変わらなきゃ打てないの。ホームラン打った時どういう、何が良かったのかな。パパと、ボールを、前に打ってた。ああ、打つばっかじゃなくて投げる練習を一生懸命やったんだな。野球やってて、はい、あの監督とかさ、コーチいるじゃん。教える人にこうやって教えてもらったり、声をかけてもらった時嬉しかったっていうのは何かある。逆転ホームラン、うん、打った時なんて言ってくれた？あのね、ないわけとか、うん、なんか監督コーチがハイタッチしてくれた。監督コーチがホームラン打ってハイタッチをしてくれた。で、泣いてた。泣いてた。監督が泣いてたの？お、それはすごい熱中してんだね。やっぱり一緒になって喜んでくれる指導者。理屈じゃなくて。で、ホームラン打てたのは中澤さんに教わったって言うと満点なんだけど、お父さんと毎日キャッチボールをしてたことが結果に結びついたって言ってます。本当その通りだと思うよ。1回2回教わったからって打てるもんじゃないんだから、最後までいい投げ方するんだよ。はい、こっちだんだん近づいてきて、
近くだからって言いかけに投げない。はい。おお、そうそう。はい、オッケー。はい。はい。オッケー。はい、タッチ。はい、ありがとうございました。はい。そうたくん。そうたくん、今度ここ来な。あと声でかいで、別に。お兄ちゃんより声大きいな。うん、大きい。本当だな。まあ、なんだったら顔見て、後ろ振り向いてごらん。カメラあるから。はい、頑張ります。頑張ります。2年生？うん。よし。いいじゃん。いい悩み方だ。よいしょ。僕はなんで野球始めたの？ね、うん、2位にもなんか野球、うん、入っておるの、うん、友達もいたから。ああ、そうか。友達何人いるの？2年生。3、4人はいる。3、4人はいる。僕悩み方いいで、はい、こっち行って。声大きいから大丈夫だから、こっちから大きい声で喋んない、カメラに向かって。はい、そう。おーし、ナイス。よいしょ。おー、ナイスボール。こうやって強く放ることはすごいこと。はい、めがけて。よいしょ。あー、ナイスボール。どこ守りたいの？俺は、うん、2位と一緒ファースト。おー、守りたい。なんで、どこ守りたいって言った？嘘、初めてだって。2位と一緒だって。ファーストしか知らない。知らない。サードも知ってるよ。サードも知ってる。サードもいいぞ。長島とか言っても分かんないからね、今の。好きな野球選手は？大谷翔平。あ、やっぱ大谷なんだ。大谷選手なんだね。よいしょ。まだ2年生だから、これから少年野球も4年間あるもんな。うん。うん、よし。野球って何が楽しいの？野球の練習で好きな練習は何？じゃあ何よ。バッティング。あ、バッティング好きなんだ。バッティングっていろいろあるじゃん。どんなバッティング練習が一番楽しい？まあ、コーチが、うん、投げてくれる。おうおう。あ、コーチが投げてくれたのを打つやつ。これからの目標を言って終わりにしようかな。これからの目標、何年後かね、これ見たときに僕この時こうやって言ってたっていうのが残るから。うん。うん、ホームランバッターになる。よし、わかった。ホームランバッターってのは地面に転がして持ってんだな。ちょっと高いところに打たんと、うん、よし、オッケー。じゃあ近づいてきて。よいしょ。はい、いいね。今日はお兄ちゃんと一緒に今からバッティングセンターへ行って練習をするからね。はい、よし。大谷翔平目指せ。大谷翔平だ。はい、近づいてきて。よいしょ。はい、タッチ。よし、オッケー。半田山スポーツさんに来たんですけど、ここバッティングセンターなんですけど、なんと定休日でした。運悪く。ということで今から違うバッティングセンターに移動します。はい、磐田市豊田町にあるバッティングセンターに来ました。スポーツプラザトスポさんです。ゴルフとバッティングができるところです。顔を起こして、肘をボールの下に入れて。いいよ。はーし、いいぞ。ちょっと取ってね、取ってね、バットが。最初立ってたらね、バット重いからね、小学校で。体の中心に出かして。いいよ。そう、はい、キュッと寝かして、キュッ、ちょっと遅いな、寝かすのが。キュッと寝かす、キュッと寝かす、甘えて一緒でいいよ。はい、キュッ、そう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 、上手上手。キュッ、キュがちょっと遅いかなね。もう少し早くキュッてやると、そう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 、上手。いいじゃない。足の裏をキャッチャーに見せて、そう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 、上手上手。最初どうやって打ってたっけ？もともとのやつやってみて。はい。そうそう、これをどうする？ああ、よしよし。できればちょっと親指でギュッと踏みながら回して。親指で足のビュッ。はい。日本一の藤
今日は私のパーソナル指導をしている、鈴木くんの応援に富士球場に来ました。藤川緑地公園学童グランドと言われてきたんですが、